それでは、計算基礎学1の今日の授業を始めたいと思います。で、前回は、ガイダンスと、それから、準備事項として、コンピューターの構成ですとか、それから、メモリーの表記の仕方について行いましたので、今日はそのテキストの11ページの第2章、数値と数式の表現、損演算アルゴリズムから入りたいと思います。でこの章の内容は主にその、計算機上で、整数をどのように表記するか、それからもっと細かく言うとその、整数といっても一応この授業では後で説明しますけれどもその、整数を有理数は厳密な形で扱います。そうしますとその計算機の例えばメモリの容量が許す限りこうどんな大きさの桁の整数や有理数でも扱えるようにしていきます。でそこで、そういったその、特にその桁数が大きな桁の整数をどのような形でその計算機で表現するのかといったようなことですとかについて説明をします。あと、そうですね、じゃあもう少し順を追ってまた進みましたらその先の紹介をしていきましょう。でまず最初にその 2.1 節としてその数値の表現について一応これからその勉強していく上で必要な知識を確認しておきます。で一応テキストにはですね、いろいろと説明が書いてありますけれども、例えばそのビットとかそのバイトとかワードの概念が書かれておりますが、これは先週の授業で説明しましたので、必要な人は先週の授業の内容を復習しておいてください。でそれから、一応この授業のこの以降ですね、その1ワードを N ビットとして、いろいろな議論を進めることにします。でこれは書いておきます。で一応このようにですね、その1ワードを N ビットとするという断りをしたのには一応理由がありまして、で今後その、いろいろな計算、数値や数式に対するアルゴリズムというのを考えていきますけれども、そこの中では大体そのデータを扱う単位をワード単位で扱う場合が多いです。ですので、そのワードごとにこうデータを扱っていく際にですね、それを必要に応じて、それをそのビットの単位でこう物事を考えたり、あるいはワードに戻って物事を考えたりということがありますので、一応このから先はその1ワードを N ビットという単位で、いろいろ調べていきます。でそれから、あと、これ以降の授業では、加減上場といった演算が、非常によく出てきますけれども、この加減上場のその基本演算をワード単位で考えることにします。
で、このワード単位で考えるというのはどういうことかというと、そのこれからいろいろなアルゴリズムを勉強していく際に、例えばそのアルゴリズムを実行するのに、そのどれぐらいその手間がかかるかということで、その計算量といったような概念についても学びます。で、計算量などを行う際には、例えばその、数同士の演算が何回行われるか、あるいはその、まあ、多項式同士の演算が何回行われるかというようなことを調べるんですが、大体そこの、その回数を調べる単位を大体そのワード単位で扱って考えるということを意味しています。ですので、この辺の実際のその考え方はまた、例えば計算量のを学ぶときにもう一度詳しく説明したいと思います。それからあと、一応ここの部分で、その、述べられている事実の中で、まあ、重要なことは、その、まあ、本質的には、まあ、我々がその例えば数学やそのいろいろな数理的な問題で扱う数値というのをその計算機上である種の表現に直して、まあ、ビット列ですので、ビット列のある種の表現に直してこう計算機で扱うわけですけれども、まあ、その表現の仕方はいろいろありますが、本質的にはその我々が本来この外で扱う数値というのと、それから計算機の上で扱うデータというのには1対1の対応を付けを行います。ですので、まあ、そういうルールを、まあ、我々数学類ですので、数学の言葉で言うと、そういう写像の一種ですね、そういう写像を定めておく、1対1の写像を定めておく。ということで、その、まあ、数値を見たときに、それを実際に計算機にかけるときには、どういうデータに直せばいいかというのは分かるし、逆に、計算結果として出てきたデータから、それはどういう数値を意味するかというのは、きちんと分かるようになっています。でこれが、その、符号か、もしくは複合と呼ばれるもので、まあ、このデータの部分がしばしばその符号と呼ばれるものです。で、まあ、皆さんちょっとですね、意識してもらいたいなと思うことで、ちょっと雑談なんですけれども、例えば今僕が話したようにですね、この数値とデータの間には1対1の対応がありますという話は、こう、数学類でですね、数学の基礎を学んだ皆さんに対しては、その一言で済ませられるんですね。で、ところが、こういう説明の仕方っていうのは、そういう数学の専門的なトレーニングを受けていない人には、なかなか、一言では説明できない部分があります。そういう意味で、皆さんが、これまで2年間、この数学類で学んできた基礎的な数学のトレーニングっていうのは、ある意味、何でしょう、社会で、こう、他の人々といろいろ、こう、いろんな情報ですとか、概念をやり取りするのに、こう、きっと、大きな武器になるんだろうというふうに僕は信じています。まあ、皆さんにとっては、今のですね、1対1対応というのは非常に当たり前によく思えるかもしれませんけれども、これから皆さん社会に出ていきますと、そういった皆さんが当たり前と思っていた言葉遣いですとか、そういう概念の理解の仕方というのは、必ずしも当たり前ではないです。で、それが役に立つ書くときというのは結構あります。それは僕がこれまで何回かその外のですね、工学的なソフトウェア会社の方々とその共同研究する機会もあったんですけれども、そういうときにも、まあ、我々、例えば僕は大学院生に立つと、いろいろ数学的な議論をしながら、ここのソフトウェアをこういうふうに設計するとかっていう話をするんですけれども、それを、まあ、いつもやってることのように、我々はこう相手の会社の人に説明するわけですね。そうすると、相手の会社の方がですね、かなり感心されてですね、で、いや、やっぱり数学やってる皆さんとこう、そのアイデアの落とし方とか、そういうコミュニケーションの仕方が違うんですねっていうことを言われたことがあります。ですので、皆さんが当たり前のように、もしくはその、ちょっとあんまり自分できてないなと思って、まあ、多少へこむ場合もあるかもしれませんけれども、でも皆さんが勉強しているものっていうのは、きっと、その数学を学んだ経験のない人からすればですね、ある種の武器になり得るものだと思いますので、まあ、そういう意識を持ってこう勉強していくといいのではないかというふうに思います。はい、で、一応まあこういう基本的なルールを、まあ、決めた上で、次にそのセクション 2.1.1 の
その整数の表記の話に入りましょう。まずその整数をどう表現するかという話です。で、一応このセクションのタイトルに2の歩数というその言葉が出ているんですが、もしかすると2の歩数という言葉はその皆さん1年の情報の授業でやったかもしれないんですけれども、やった記憶がある、もしくは知ってるってどのぐらいありますか？逆に忘れたか、よく覚えてないか、知らないとかいう人はどのぐらい？はい、わかりました。じゃあ一応今年もか、2の個数をやる意義がありそうなので、やりたいと思います。で、まず、非常に、基本的な話ですけど、現在、ほとんど全ての計算機においては、その数を、2進法で扱うという前提があります。で、ですので、一応これから先は、二進法でこの数をどう表現するかという話を進めていきます。それから、あと、ワードをですね、その1ワードがその何ビットかっていう話をするときに、一応一般には N ビットにするという話をしたんですけれども、ここの部分ではもう少し具体的に、な話をするために、ここでは、このセクションで1ワードを32ビットとして話を進めています。ということで、まずそれは整数を扱うんですけれども、整数、この計算機で表現する整数には大雑把に2種類ありまして、1つは符号なし整数といって、その正の、いや、比符ですね、比符の整数のみを扱う表現、それからもう1つはその符号付き整数といって、正負の、両方の整数を扱う表現というのがありますので、まずこの符号なし整数から説明します。で、その符号なし整数の表現なんですが、これ前回やりましたその1ワードのメモリの箱を用意しておきました。で、1ワード32ビットということにしておりますので、ここには右側から0番目、1番目、2番目として、途中省略しますけれども、一番左端が31番目で、合計その32ビットの箱があると思ってください。で、それぞれの箱の中に、右側からですね、B0、B1、B2 という数値を入れていって、最後、一番左が、B の31という数値が入るようにします。で、ここで今これが2進数で数を扱うとしておりますので、この各箱の中に入る数 DJ というのが0か1のいずれかです。
で、この、まあ、32個のビット列で1つの数を表すっていうんですけれども、その定義はどういうふうにするかというと、まあ、このビット列でその V という整数を表すときに、V は一応その数式を使ってどのように表しているかといいますと、まあ、BJ×2 の J 乗の和という形になるわけですね。ですので、しかも、その十進、我々がいつも使っている十進数と同じようにこう下の桁を、まあ、1の位にして、でその1番目の箱を2の位、で2番目の箱を4の位というふうに書いて表すことにします。まあ、これはこういろんなところでこのルールが多少異なるかもしれませんけれども、少なくともこの授業においてはこのように表しています。ですので、まあ、例えば、まあ、一応いくつか その数の表現の例として、まあ、0から32個並んだその場合の表現等級が、まあ、0になりますし、であとは、まあ、一番右の桁が1になれば十進法で1だという形で、だんだん増えていくわけですね。で、まあ、最終的にその1が32個並んだこのビット列が、その我々の十進法ではどの数値に対応するかというと、これが2の32乗マイナス1に対応します。で、あまり意味がないかもしれませんけれども、一応この2の32乗マイナス1というのは一体どのぐらいの大きさの数になるかというと、まあ、大体そうですね、ログ2が 0.3 ぐらいですから、あ、ログ10の2か、10を定義されても2のログが大体 0.3 ぐらいですから、まあ、10桁ぐらいになるかなという気がしてるんですけれども、一応ちゃんと計算しますと、一応こういう数になります。まあ、実際に僕が計算した通りじゃなくて、マセマティカが計算したんですので、僕が打ち違いがなければ多分正しいと思うんですが、まあ、疑問な人はちょっと少しでも疑いのある人は自分でもう一回計算してみてください。ここまで何か質問ありますか？よろしいでしょうか。はい。じゃあ、一応、まあ、符号な指定数というのが、まあ、一番単純な整数の表現方法で、で、次にその符号付き整数について説明します。ここでもその先ほどと同じようにですね、この32個の二進数をこう入れた箱を書いておきます。まあ、面倒な人は省略してもらっても構いません。で、ここで出てくるのがさっきほどちょっと触れました2の個数と呼ばれる数です。
で、これはの、まあ、今回その符号がつくついた整数ですので、その、まあ、正の整数に関しては先ほどの定義しましたその符号なし整数の流入でいける定義できるわけなんですけれども、あの今度はその負の数をどう負の整数をどう表現するかということが問題になります。で、その負の整数の表現の仕方にはこれまでにいろいろなやり方が提案されていますけれども、まあ、その中で今回はその中でも現在広く用いられている2の歩数と呼ばれる手法を使います。2の歩数は英語でコンプリメントと言いまして、コンプリメントといえば皆さん多分、数学では補集合という言葉を思い浮かべるかと思いますが、まあ、そのコンプリメントで歩数というそうです。で、一応まず最初にその2の歩数によるその負の数の表現をどう作るかについて、その手順を説明します。ここでは、まあ、N をですね、この正の整数として与えるときに、まあ、それに対して、そのマイナス N を表す2の歩数を使って表す手順について説明します。で、まあ、手順は大まかに2つありまして、まず最初に、N を表すビット列をすべて反転させます。で、具体的には、この、まあ、BJ ですね、このこちらの BJ が、まあ、1か0かで、処理が変わるんですけれども、BJ、各桁の BJ が1だったらば0にして、0だったらば1にするということですね。これが最初です。で、2番目は、この1番目の処理を行った限りに、1を加えます。1というのは、その、2進数の1ですね。まあ、10進数でも1なんですけれども、ちょうどここの、0の箱のに1を加える。これで、このマイナス n を表す手順が完成します。で、まあ、初めて聞くとですね、こういう形で の, その負の数の表現というのはちょっと奇妙に思えるかもしれないですけれども、これは実はこういうことでそのこのビット列に関してはどういうことが起こっているかというと、まあ、このマイナス n として得られたビット列というのが実は元の N のビット列とこう加算を行いますと、うまくゼロになるんですね。で、皆さん、その代数
例えば2年生の代数でその加法の逆減の定義としてその n が与えられたときに n に加えて n と加えてこう0になるようなを満たすような数っていうのを、まあ、加法の逆減といって、まあ、それをマイナス n と表すというようなそういう定義の仕方を習ったと思うんですけれども、実は2の個数による表現というのはそういうこうなんですかね、性質を満たすようにこ うまく作っているということに注意してください。でせっかくですので、少し小さめの例題で実際に2の個数を作ってみたいと思います。あ、その前に一応形式的にはですね、先ほどと同じようにこのあの、まあ、我々の数式で表現しますと、さっき この符号なしの整数とですねちょっと異なる点はここの部分でして、その一番上の桁この31桁目が実はこの負の大きな負の数を表しているということに注意してください。あらかじめその、まあ、こういう大きな数をこう引いておくことでこの負の数も表せるようにすると。で、あと残りの解の30桁は正の整数を基本的に表しているという表現です。じゃあ実際にちょっと例題をやってみたいと思います。1ワードを5ビットとしまして、マイナス9を表すことにしましょう。で、最初にまあ、マイナス9を表しているので、その元になる9をですね、表していきます。まあ、これ、ステップ0として。まあ、9を表しておくんですけれども、で今回はその1ワード5ビットと表しますので、まあ、9は2進数ですと、でまあ、こういう形ですね、09001という表現になります。で、まあ、これに対して、先ほどの手順通りにこう操作をしますと、まず操作の1で、ビット各ビットを反転させますので、そうするとこれは単純にこう1を0にして0を1にすればいいわけですね。でこうなります。で次の2番目の操作でこの結果に1を加えます。そうしますと、まあ、1011ときて、まあ、1の桁くらいがこう1になるんですね。で、これを、このワード上でのそのマイナス9としましょうというものです。
で、実際にですね、そのじゃあこの元の9とマイナス9を加えてこう0になるっていうことはちょっと各自で確かめていただきたいんですけれども、あの二進数の足し算についてまだ知らないという人もいるかもしれませんが、基本的なルールは十進数の足し算と一緒だと思ってください。とまあ、例えば 1+0 は1ですよね。それから 0+1 は1で、0+0 は1で、1+1 が来た時だけそのちょっと違うんですけれども、1+1 が来れば、この例えばこの位は0に、あ、ここですね、この、この元の9と、それから、このマイナス9を加えるときに、まあ、1+1 が来たときは、1の位は0になって、次の2の位にこう1繰り上がるという形で、その繰り上がりの仕方は、十進数と同じで、その違うのは、我々がよ小学校の頃から習っている十進数は、この、例えばこの桁の和が10を超えたら1繰り上がるということだったんですけれども、まあ、この二進数の時には1+1で来たら1繰り上がるというやり方だけの違いです。これ実際に加えてもらうと、まあ、この少なくともこの5桁分はですね、全部0が出てくることが分かると思います。ここまでいいでしょうか。一応、まあ、整数の表記は、まあ、これが基本となっていきますので、また、以後ですね、必要になりましたら、復習しておいてほしいと思います。で次に、セクション 2.1.2 ですね。で、実数の表記というのを扱います。で特にここではその不動小数点数という数の表現を扱います。で、この数の表記の名前がですね、ちょっと独特じゃないかとこう気がついた人もいるかもしれませんが、まあ、小数点はいいですよね。小数点はよくあるその実数の小数点の表現を共通しているので、そこに不動という言葉が入っているのは、ちょっと、あれと思った人もいるのではないかと思います。その英語で言うと、フローティングポイントナンバーといって、その小数点が浮いているっていうような、そういう言い方をするわけですね。で小数点もしくは小数点が動くという言い方をします。で、まあ、その特徴をですね、これからその数のこの表現を説明していく中で、多分出てくると思いますので、また説明したいと思います。で、先ほど、この授業の最初に述べましたように、この授業で扱う数は、まあ、基本的に整数と有理数を扱って、で整数と有理数は、計算機の能力が許す限り、どんな長い桁でも使って厳密に表すというような話をしました。で、実はこういうその数の表現の立場というのは、この世界のですね、その計算機での数の扱いから言うと、やや異質といいますか、特殊な例です。で、その世界のその計算機で、数を扱ったりするものの大部分はこちらのですね不動小数点数を使って、まあ、ある種の誤差が入った形でいろいろな数を扱う場合がほとんどです。で、まあ、ただ我々のようにですねこの数学においてその
まあ、数の計算を行ったりする際には、その、まあ、数学の世界というのは大体そのいろいろなことをその誤差が入らないように行っていることが多いですので、まあ、その世間から見ると多少特殊かもしれませんけれども、まあ、整数や有理数を中心に扱うと。で、ただし一応、まあ、その世の中の広いところでこの浮動小数を扱っていますので、まあ、それについてもちょっと解説をしておきます。で、じゃあ例えばですね、今その例えば10桁の、我々がですね、10桁の10進数でその実数を近似しようと思ったときにどういう表現を使うかということを考えてみたいと思います。と、まあ、10桁の10進数ですから、その、まあ、10進数の箱がこう10個与えられたとして、でそれをどのように使ってもよいと。でそういうときに、そのまあ、一応扱う対象は実数ですので、そのまあ数によってはもちろん精度が精度を全部表現しきれないのもあるんですね。そういう場合にはその表現できる範囲内で近似してよいというルールにするんですけれども、そういったその表現としてどういう表現の仕方が考えられるかというのをちょっと考えてみましょう。で多分その我々がすぐに思いつく方法というのは次の方法ではないかと、まあ、その中の一つですね、次の方法があるかと思います。まず問題を書きますね。まあ、10桁の10進数で実数を近似するという問題があったときに、まあ、表現しようと思っているその数を、まあ、V というふうに表しましょう。まあ、一つのやり方としては、その10進数の箱が10個与えられたら、まあ、その箱のうち5つを整数分にして、でもう5つを小数分にする、まあ、そういう表現の仕方は皆さん誰でも思いつくのではないかと思います。まあ、この場合ここの各桁のその D0 から D9 の値は、まあ、0以上9以下の値を取るということにしましょう。でそれから、もう一つは、この符号の情報は、まあ、この、まあ、10桁 の、 数とは別に持つということを、まあ、許すことです。まあ、こういった表現が考えられるでしょう。で、じゃあこの時にそのこの表現の仕方で扱える数が、大体どのぐらいの範囲、例えば絶対値はどのぐらいの範囲にあるかというのを考えてみますと、
まあ、この V として一番、V として取り得る一番小さい数が、まあ、符号をマイナスにして、この後残りの桁を全部9にした数ですよね。で、この表現で表し得る一番大きい数というのは、逆にその符号を正にして、この D0 から DQ の桁を全部9にして表した数になります。まあ、一応、一番その単純なこう表現の仕方だとは思いますけれども、これ大体、まあ、絶対値で10の、まあ、5乗ぐらいまでの数を扱うことが、まあ、実数を禁じして扱うことができるというわけです。ここまでいきましょう。で、じゃあ今度はですね、もうちょっと違った表現の仕方を考えてみます。先ほどとはちょっと様相が変わりますけれども、整数部を一桁に絞ってみます。で、小数点より下の部分を8桁取ります。で、ここまで取ると、使った十進数の桁が 9桁というか箱が9個で、もう1桁、もう1個が余るんですけれども、それをどのように使うかというと、ここですね、かけることの10の何とか乗という項を、因子を用意しておいて、で、ここに最後の桁を使うということを考えましょう。でまあ、この表現でその断っておくのは、その符号の情報はこの 10個の十進数の箱とは別に扱うことができるということにしましょう。今回はその符号の情報がですね、2箇所にありまして、1つはこの、この M0 の手前のですね、符号ですね。でもう1つは、一番最後に加えたその10の何乗というその指数に出てくる符号です。で、一応その、この M0 から M8 と、それから E1 のその条件を書きますと、この整数部の M0 だけは正の数を取ることにします。すなわち0は取らない。1以上9以下の数。それから、この小数部の M1 から M8 に関しては、まあ、0以上9以下の数を取る。さらに、この10の指数ですね、10の指数に関しては、0から9までの整数を取っています。こういうこの条件で、まあ、実数を禁止する
ということをします。そうしますと、一応ですね、この時、その、じゃあこの実数 V というのは具体的にどのような形で数式が表されるかというと、一応プラスマイナス入ってきますけれども、M0 に、小数部は、その MJ、MJ というのが10の、J 乗分の1の位ですね。まあ、これの和ですね。で、さらに、これに、10のプラスマイナス E1 乗をかけたものという形で数を表すことができます。で、今度はそのこの表現で、じゃあ一体、その、絶対値でどこの辺からどの辺までの数値の範囲の数値は表現できるかということをちょっと考えてみます。先ほどと同じようにですね、この方法1でやっているその表現できる数値の範囲を考えるんですけれども、じゃあまず最初に、この表現で この表現で得られるその最も小さな数というのがいくつになるでしょうか。まあ多分これ、パッと見てすぐ分かると思うんですけれども、まず、この小数部ですね、小数部が符号がマイナスで、で、M0 から M8 を全部9にしたからですね。で、指数をどうすればいいかっていうと、負のなるべく大きい数ですからね。負の方向になるべく大きい数ってことですから、指数はなるべく大きく取ればいいわけですので、指数のところは10の9乗というふうにすれば、まあ、一番小さな数が得られるはずです。一応これ、その、まあ、10の9乗がかかっていますので、その小数点は打ち消すことができまして、こうですかね、9が、9つに0を加えます。こういう整数を表すことになります。で、まあ、大きい方の数、このやり方で表現できる最も大きい数は、まあ、絶対値に関してはこのさっき今やった負の時と同じで、でこの小数部の符号が正の数となります。一応これも、その10の9乗をかけているのを直しますと、こういう形の整数になります。で、この先ほどのですね、1番目の方法と比べて、この2番目の方法で、こう、いくつか、その、特徴として気づいた点があると思いますけれども、まず最初に、
この2つの方法で表現した表面積実数っていうのは、その最初のこちらですね、1つ目の表現に比べて、その同じ桁数もしくは桁に使う情報の量で表現できる絶対値の範囲がこうだいぶ広がっているということが分かると思います。ではまず1点目ですね。でもう一つ気づくのは、その、まあ、V の、 その絶対値の範囲が広がるんですけれども、この桁数、この、まあ、小数の桁数は桁数の精度はとこの増えているとは増えているわけではないですので、そうするとそのこの V の、 この表現数の数のですね、絶対値が大きくなるほど、その表現数できる隣同士の数の間隔も大きくなっていることが分かるかと思います。ですので、その、まあ、ちょっとかなり模式的な図なんですけれども、まあ、ここに数直線ですね、この数直線でこう、まあ、真ん中に0があって、で、この今の体系で表現できる数っていうのを例えばこう並べていきますと、ゼロの周辺は非常に狭い間隔でたくさんの実数を表すことができる。で、絶対値が大きくなればなるほど、こうその表現できるあの実数っていうのはだんだん素になっていく、まあ、そういう特徴を持つ数の表現の仕方であることに注意してください。で、実はこのセクションのタイトルにあります、この不動小数点もしくは不動小数と呼ばれるのがですね、今述べましたこの方法2によるの実数の表現もしくは近似のことを、やり方を言います。これがですね、ここのセクションで説明する不動小数点数、もしくはちょっと略して不動小数と呼ばれることも多いです。で、この不動小数のその語源なんですけれども、先ほどちょっと説明しましたように、表現する数のその絶対値の
あのに応じて、この桁数、精度の桁数は例えば今この場合ですと9桁ですね。この整数部と小数部合わせて精度は9桁なんですけれども、この9桁って精度はどこ行ってもどこの大きさ、小さい数大きい数表にしても変わらないわけです。ところがその絶対値が大きく 変動します。ですので、例えば、先ほど表現し得る絶対値の一番大きい数というのをこう表したときには整数になっていました。一方で、例えばですね、じゃあ、絶対値が一番小さい数として表現できる数がいくつかっていうと、いくつでしょうね。整数部は、1になってなければなりませんので、10のマイナス9乗ですね。で、指数を一番小さくすればいいので、そうするとこの方法2でその表現できる実質絶対値の一番小さな数っていうのは、まあ、こういうふうになるんですね。で、それを直すと、まあ、こうなると思うんですけれども、この精度の桁数は常に一定のわけです。で、その中でこの10の何乗っていうのがこう大きさが変わることによって、この表している数のその小数点の位置がこう状況に応じて変わっているわけですね。一番その絶対値が大きい部分ではこの小数点の位置がこう一番右側に来て整数になるし、あるいはあとはその表現する数の絶対値に応じてこう小数点の位置が動くというのが、実はここで言っているその挙動小数の小数点が動くというのの語源です。まあ、皆さんも実際にですね、こういくつかの数をですね、このやり方で表現して、で、その小数点の位置をこう考えてもらえば分かるかと思います。で、これと対照的なのがその方法1によるその実数の表現でして、この1番目の方法による実数の表現は、そのあらかじめ整数部5桁、小数部5桁というふうにその桁数を固定しています。で、見かけ上このような形でその実数を禁止すると、その小数点というのはその常にこの位置ですね、整数部5桁、小数部5桁の真ん中にこの小数点が位置することになります。で、見かけ上こういう線っていうのは、この場合、この方法1の場合には小数点が常に動かない、固定されているというふうに見えますので、このような表現する実数の表現方法を固定小数点と呼ぶことがあります。一応、まあ、固定小数点によるその実数の表現もないわけではないですが、まあ、今 そのコンピューター、コンピューターというのはその多分皆さんが使っているのはこうスマートフォンですとか、そういった携帯型の機器も含めてコンピューターというのは主流は挙動小数点による表現です。で、残りの時間ではですね、この
その、まあ、浮動小数による実数の表現で、今こういう例題を用いてありましたけれども、もう少し一般的な表現の仕方を定義しておきましょう。で、浮動小数による実数の表現をする際にはもう少し一般的には次のような表現の仕方をとります。こちらを表現しようとする数を V と置いたときに、マイナス1の S 乗かける N かける、B の E 乗という表現の仕方をします。で、ここでまあ、それぞれの言葉の定義なんですけれども、まず S は符号ですね。まあ、整数の符号を決める部分で、まあ、サインから S と言いましたけれども、これは0か1のどちらかの整数です。それから M が仮数と呼ばれる数でして、英語ですとマンティッサと呼びますけれども、先ほどのこの8枚目の黒板の表現ですと、この M0.M1M2M3というその小数の部分ですね、を仮数と呼びます。で、B が奇数、ベースと呼ばれる部分で、先ほどの方法2の例ですと、10の何乗の、この T の10の部分ですね。で、まあ、計算機では、大体2進数で扱いますので、この B は2であることが一般的です。最後に E は指数ですね。その先ほどの例ですと10の E1 乗の E1 の部分で、まあ、エクスポーネントからこの E という文字を取っています。で、それからですね、この、この浮動小数の正規化という概念について説明しておきます。例えば、ある V、小数として、2.9979 かける10の8乗という数が与えられたとしますが、この数は、私たちの生活の中で得られているある物理量を表しています。ご存知の人いますか？まあ、我々の生活の中であまり馴染みはないかもしれませんが、知られている数ですね。これ何かというと、実は単位はメートル毎秒なんですけれども、真空中の光の速さの近似値です。まあ、そういう知識はここではそんなに大して重要ではないんですが、重要なことは、
例えばこういう整数の表現が、小数、実数の表現があったときに、この10の何乗というこの指数を変えることによって、同じ数の表し方がいくらでも異なるものが得られるということです。例えば、今これは、何でしょう、整数部がちょうど1桁になるような表現をしていますけれども、これを例えば、小数点を1桁ずらして、整数部が2桁になるような表現をして、同じ数を表現しようと思ったら、あと10の指数を1つ減らせばいいわけですね。で、逆に、整数部をこう0にしたいと思えば、この仮数部を10分の1倍して、指数を1個増やせばいいわけですね。そうすると、こうしてみると、その同じその実数を表現するのにも、異なる表現の方法がいくらにもこう得られるということが分かると思います。で、そういうですね、一つのものをですね、表現する方法が複数、もしくは複数あると。しかもそれは得られる数に応じていろいろ変わったりするというふうなことがありますと、この数学的に統一されたこう数の扱いをする上では、ちょっと都合が悪いわけです。で、皆さん、これまでその1年生、2年生の数学の授業で見てきましたように、こういった数学的な対象というのは必ず正規化ということをやって、表現が1になるような何らかの定義を行うことによって、それ以降我々がですね、その対象を扱いやすくしています。で、ここでも同じようにその正規化というのを行います。で、ここで行う正規化はなんですけれども、ここで行う正規化は、仮数の整数部を、1以上12枚にするということです。ですので、先ほどのその真空中の光の速さの近似値として、何通りか書きましたけれども、一般的に行われるこの駆動小数の正規化では、仮数の整数部を、つまりこれ、1桁の比符の整数にしますと言っていますので、この表現に統一するというのが、この駆動小数における正規化のルールです。で、じゃあ実際にその計算機上でですね、正規化、駆動小数の例を出してみますと、まず符号は0と1のどっち、0か1のどっちかですね、符号の部分です。それから、奇数、ベースは2です。それから、指数部は L ビットとしましょう。それから、仮数部は N ビットとします。で、この時あと M の正規化としては、この仮数部が1以上2未満になるようにします。で、このような形でこの M を表しますと、表しますけれども、これ M0 と M、M1、M2、点、M の M-1 としまして、
これは、まあ、あの未整理数 の, あの、まあ、小数で表したものなんですけれども、正規化としてこの仮数部は1以上ということにしましたので、自動的にこの M0 は1になります。でそれからあとこの部分ですね、この部分はこの各桁が、まあ、0か1のどっちかの数を取るということで、まあ、最終的にこの V、この実数なんですが、マイナス1の S 乗かける M かける2の E 乗という表し方を、するのが、まあ、あの二進数で の, あの不動小数での表現の一般的な例です。大体ここまでですが、よろしいでしょうか。何か質問などありますでしょうか。はい、でちょうどほぼ時間になりましたので、今日はこのぐらいにしたいと思いますけれども、これ大体、その、セクション 2.1.2 のですね、その実数の不動小数点数の表記までいきました。で、本当は不動小数演算における、これ、演算においてはその誤差が発生しますけれども、この辺の話はちょっと細かいので、この今年の授業では省略します。ただし去年のこの授業では、この不動小数演算の誤差の話も使いましたので、興味のある人は去年の授業のビデオを見てみてください。多分僕のホームページから飾れると思います。それから、このテキストのですね、13ページのセクション 2.1.3 のグレイコードと、セクション 2.1.4 のマイナス二進数の表記も、やや専門的になりますので、この授業では省略しますが、興味のある人は、各自資料を見てみてください。で次回はテキスト14ページのセクション 2.1.5 ですね、この多精度整数の表記と加算というところから進みたいと思います。ここまで何か質問ありますでしょうか。はいはい、はい、A、そうです、そうです。はい。あ、はい。それはですね、いろいろな決め方があるかと思いますが、現在の計算機では、IEEE の、不動小数演算の標準規格というのがありまして、で、ほとんどの計算機はそれに従っています。で、去年の授業では、その辺の IEEE の不動小数点規格の部分も説明していますので、興味があったら見てみてください。他に質問ありますでしょうか。じゃあ、次回は連休明けになりますので、皆さん良いお休みをお過ごしください。これで、お疲れ様でした。